桜の花を使ったメッセージカードを作りましょう。ここでは東洋のタントという両面同色コシのある色紙を使っています。それを4つに切ります。この型紙はコメントの URL からダウンロードすることができます。まず1つ分を8つに折ります。しっかりと折り目をつけましょう。最後、1枚だけを半分に折ります。そして、桜の花びらの形を描きます。折ったまま切ります。開くと左右対称の形になっていますから、残っている部分を切り落とします。開くと桜の花びらは8枚できています。これが型紙になります。残りの色紙も8つに折っていきます。最初に作ったのを重ねて鉛筆で形を取り、ハサミで切っていきます。開いたら桜の花びら1枚分だけを切り取ります。切り取ったものも後で花びらとして使いますので置いておきましょう。花びら1枚分がのり白になります。のり白の部分を除いて、おしべを描いていきます。ここでは金色の絵の具を使っています。乾いたら、のり代を残して、3枚が重なるように折ります。のり代の部分にのりをつけて、貼り合わせると、花一つ分が出来上がります。中を見るとこんな感じです。これを7つ作って、番号をこのように打っておきましょう。まず1番の花びらの先に少しだけにボンドをつけます。花びらの先と花の中心の部分になるところを合わせて重ねて貼り付けます。次も同じようにします。ボンドをつけるのは少しだけにしてください。たくさんつけると花が開かなくなります。次に4番を貼るときには2番と1番と3番の端っこにボンドをつけます。つけにくいときは爪楊枝の先などにボンドを取ってつけるといいでしょう。次にボンドをつけるのは4番の端と2番のこの部分です。2番とぴったり重なるように5番を貼ります。右側も同じようにして6番を貼ります。最後に5番、4番、6番のこの部分にボンドをつけて、
7番の花びらを重ねると出来上がりです。花びらの先に両面テープをつけてください。強力なタイプがいいです。台紙は色紙を2枚使います。1枚を半分に切って観音開きになるように貼り合わせておきます。メッセージも花のところを避けて先に書いておきましょう。両面テープを取ったら折り目のところにぴったり合うように位置を調節して貼り付けます。反対側の両面テープも取って、そこに上からかぶせるようにして貼ります。シワにならないように気をつけてください。そーっと開くと花がこんな風に浮き出てきます。切り取った花びらを、角を落として綺麗な花びらの形にします。半分に折って折り癖をつけましょう。これを空いている部分に貼っていきます。飛び出す花の仕組みのところにも貼るとより一層豪華に見えます。金色の絵の具でおしべなどを付け足していきます。花びらも付け足しましょう。出来上がりです。